はい、お願いします。漫画ライブラリー、今日です。今回、この動画では、本をいろいろ買ってきたので、そちらを紹介していきたいと思います。今回買ってきた漫画はですね、一巻完結ものであったり、あとは短編集など買ってきました。予定では20巻ぐらい買ってこようかなって思ってたんですけど、ちょっと調子に乗って、45巻買ってきてしまって、長くなるかもしれないんですが、お付き合いください。最初は短編集からいきます。短編集は全13巻買ってきました。まず一つ目はこちら、ウォンテッドになります。こちらはワンピースでおなじみの尾田栄一郎先生が学生時代に書いていた読み切り作品を集めた短編集になります。以前持ってたんですが、また買おうかなと思って買いました。次に買ったのがこちら、恋の神様ですね。小見直志先生が書く読み切り作品集で、ニセ恋とか、あとダブルアーツを書かれていた作家さんになります。この小見先生は、ラブコメとか恋愛物を書くのが上手で、すごく面白い作品が多いと思うので、この短編集も期待してます。次、三つ目はこちら。ソングブックになります。この本は、ノッツ先生という方が書かれています。ノッツ先生のことはあまり知らないんですが、絵柄が可愛いなと思って、買ってきた作品になります。はい、四つ目。こちらは虫と歌になります。こちら宝石の国などを書いている市川春子先生の作品になります。宝石の国など見ていただければわかると思うんですが、独自の世界観が強い作家さんなので、こちらの方も注目して読んでいきたいと思います。はい、次5つ目です。アマリリスですね。こちらの作品は福島哲平先生が書いている短編集になります。福島哲平先生は侍ウサギをジャンプで書いてた方で、こちら侍ウサギも全8巻出てるんですが、完成度が高いと評判らしいので、ちょっと読んでみたいなというふうに思います。次、ジュークボックスですね。設楽清人先生が書いている作品になります。設楽清人先生は、忍ぶな千代ちゃんっていう漫画を書かれていて、今年ちょうど完結して全4巻出ている作品です。この忍ぶな千代ちゃんは1巻から3巻まで無料で公開しているので、興味があれば読んでみてください。またイラストもすごく可愛い絵が多いので、この中身も楽しみです。次の作品は68メートルっていう、手原和則先生が書く高校サッカーの短編集ということで、この手原和則先生は見るという猫漫画を書かれている方らしくて、両方とも未読なので読むのが楽しみな作品です。はい、続いて七色胞子になります。こちらは日暮きのこ先生の短編集になっていて、日暮きのこ先生はクーネル二人住む二人とかを連載されていた方になります。ヒューマンドラマとか、あとちょっとエロ系を書かれる方なので、この七色胞子の短編集はどっち系に寄ってるのか楽しみな作品です。9個目の作品です。ミシカカになります。こちらはバカラモンを書かれている吉野さつき先生が書いてきた読み切り短編集になります。吉野さつき先生書くバカラモンとかの独自のギャグセンスが好きなので、このミシカカも楽しんで読みたいと思います。次、10個目の作品はショートゲームです。こちらは足立みつる先生の作品集になっていて、足立みつる先生といったらタッチとかミックスが有名なんですが、その先生が書く高校野球の短編集になります。題名からもショートゲームということで、ベテラン作家の方なので安心して読める作品かなと思います。次、11作品目は高橋真嗣先生の夏の光です。この先生もベテラン作家さんですね。高橋真嗣先生の有名な作品は最終兵器彼女とか、あといい人などが挙げられるんですが、ヒューマンドラマを書くのが上手い 作家さんになります。この作品は多分最終兵器彼女みたいな終わり方にはならないと思うので、そこは安心して読みたいんですが、ちょっとドキドキではあります。12冊目の短編集は光の街になります。浅野稲夫先生が書く短編集になっていて、浅野稲夫先生おやすみぷんぷんなどに挙げられるちょっと鬱とかやばい漫画が多いんですが、こちらはなんか表紙的に大丈夫なのかなっていう軽い気持ちで買いました。浅野稲夫先生の作品でもう一つ買ってきたので紹介します。虹ヶ原ホログラフっていう作品になります。こちらは一巻完結の短期集中連載されていた作品になります。なんか前評判的にはこの虹ヶ原ホログラフはおやすみぷんぷんよりもやばいということで、ちょっと正座しながら読もうかなというふうに思います。はい、こちらは短編集最後になります。
タイムキラーズ、こちらの作品は青のエクソシストを描いている加藤和恵先生の短編集になります。今ちょうどジャンププラスの方で無料で読めるのでそれを追ってるんですが、タイムリーな加藤和恵作品ということで買いました。こちらの最後に載っている読み切りなんですが、青のエクソシストの原型というか青のエクソシストの形を模した読み切り作品になっているということで楽しみな短編集です。はい、で青のエクソシストつながりで奥村雪乃の哀愁も買ってきました。こちらは 1,2,3 巻買ってきて、今度6月の4日に4巻が出てそれで完結するみたいです。でこちら奥村雪乃の哀愁は青のエクソシストの奥村凛の弟の奥村雪乃の、スピンオフ作品になってます。結構ギャグ要素が多い作品らしいので楽しみです。で以上短編集などなどを紹介してきましたが、次は一巻完結ものの漫画を紹介していきたいと思います。はい、一つ目は死に際になります。こちらは福田健太郎先生が書かれている漫画で、福田健太郎先生はデビリーマンのなどを書いていた作家さんになります。こちらの作品は表紙に惹かれて買った感じですね。中身パラパラ見たんですが絵も綺麗で読みやすそうなので買いました。はい、二つ目はカバン取り寄りになります。こちらの作品も絵が可愛いなと思って買ったのと、あと帯に惹かれて買いました。女子のカバンには理由が詰まってるということで読んでみたいなと思って買いました。次の作品はゴスになります。一巻完結ものは表紙買いが多いんですが、こちらも表紙買いした作品で、かっこいいなっていうふうに思いました。あとこの側の方っていうんですかね、そちらも黒塗りになっていていいなと思いました。あんまりグロすぎない作品であることを願って読みたいと思います。で続いての作品はこちら、エマは星の夢を見る。表紙の通りグルメ漫画になっていて、ミシュランの調査員の話になっているそうです。興味深いなと思って買いました。次は22冊目の本になります。悪童文庫ということで、こちらは表紙買いした作品になっていて、この表紙がなんか東京グールっぽいなって思って買いました。なんか裏のあらすじを読んでみたら人間の内面などがいろいろ書かれた本になっているみたいで楽しみです。はい、次の作品になります。柔らかい女、これも絵と題名あと帯を見て買った作品ですね。とても素敵なふにふにっていうことで、何が素敵なんでしょうかね。はい、次はこちらになります。青空嫌いの嘘つきセミコ、こちら書いているのがワンニャンプー先生で、ワンニャンプー先生はニコニコ動画とかピクシブなどで活動されている絵師の方になります。はい、次25冊目は未中年になります。こちら帯を見て40代みそじの方にフォーカスした作品になっていて、この年代をフォーカスして漫画を描いているのはなかなか珍しいなと思い買いました。またコラムニストの人が連作を考えているみたいで内容も期待したいと思います。はい、次の作品はうちの妹は顔真っ赤、こちらも絵が可愛いなと思って買ったんですが、内容もゲームライフ365って書いてある通りゲームの内容が多いみたいです。今日自身もゲーム結構するので楽しみな作品です。はい、次の作品はちいちゃんはちょっと足りないになります。このちいちゃんはちょっと足りないはこの漫画がすごい2015の女編で1位に輝いた作品になります。見つけてまた読んだことがなかったので買ってみました。この絵柄からは想像できないんですが、ギャグじゃなくてちょっと心にくる作品らしいので心して読みたいと思います。はい、次の作品はお化けのメリーと夏休み、こちらの漫画は本当表紙を見てって感じでなんとなく買っちゃった作品なんですが、どんなもんかなって思います。はい、次は透明人間の作り方、こちらの先生は増田英二先生になります。増田英二先生は、代表作で言ったら実は私はとか書かれていた作家さんになります。こっちも面白いと評判なので楽しみな作品です。次の作品はヘタピ漫画家研究所リターンズということで、村田雄介先生が書くジャンプ公認漫画の書き方漫画ということで買ってみました。村田雄介先生はアイシールド21とかあとワンパンマンの作画を担当していた方で、絵のうまさにも定評のある方になります。またハンターハンターの富樫先生との対談なども少し載っているようなので楽しみです。はい、31作品目になります。
しのちゃんは自分の名前が言えないですね。こちらは絵柄も可愛いし、あと書かれているのが押見修造先生ということで買いました。ちなみに押見修造先生は悪の花とか、あとは僕はマリの中などを書かれている作家さんになります。はい、32冊目はヤギ座の友人になります。こちらは小説が原作のコミカライズ本になっていて、ジャンププラスで連載していた作品になります。はい、33作品目はサンドランドになります。こちらはドラゴンボールでおなじみの鳥山明先生が描いている作品です。鳥山明先生はキャラクターデザインとか、あとはマシンとか機械のデザインがすごい独自性のある作家さんで、そのマシンも緻密な絵を描かれる方なので、そっちの方も注目して読みたいなと思います。はい、次の作品はムマコになります。こちらもベテラン作家さんの作品になりますね。藤子不二雄先生です。藤子不二雄先生は服部くんが有名な作家さんになります。表紙の通りちょっと怖い系の作品なのかなっていうふうに思います。どうなんだろう、ちょっとまだ読んだことないんで楽しみです。はい、35冊目はほとんど路上生活になります。こちらは題名買いですね。ほとんど路上生活ってことで、どうなんだろう、ホームレスの話なのかわかんないですが、パラパラって見た感じ絵が独特で、好き嫌いが分かれるような作風にはなってるんですが、あんまり自分は気にしないので楽しみです。はい、次の作品は嘘つきみーくんと壊れたまーちゃんとっておきの嘘っていう作品で、原作がライトノベルになっていて2010年に映画化された作品になります。まあ映画も小説も漫画も見たことがないので楽しみな作品です。はい、続いての作品は長沢くんになります。こちらはちびまる子ちゃんでおなじみのさくらももこ先生が描いた作品になります。ちびまる子ちゃんに出てくる長沢くんの中学校生活にフォーカスを当てたスピンオフ作品になります。こちらも独自のギャグセンスが光っていて、なかなか面白そうだなと思いました。続いての作品はわがままちえちゃんになります。この作品は絵柄が可愛いなっていう、まあ、絵の好みだけで買った作品になります。まだ内容は分かんないので読んでみたいと思います。はい、続いての作品は、無印になります。こちらは20世紀少年とか、あとはやわらでおなじみの浦沢直樹先生の作品になります。レビューとか見るとこの無印も一巻完結なのに内容が濃く完成度の高い作品ということで、読むのが楽しみな作品です。次に40冊目になります。主役じゃない方の僕らモブということで、帯を見てもらったらわかるんですが、モブが主役って、ね、絶対面白いなと思って買いました。はい、ラスト5巻になります。女の子が死ぬ話、柳本光晴先生の作品です。柳本光晴先生は、響き小説家になろうなど今ブレイクしている作家さんの、一巻完結ものになります。こちらの作品はラブストーリーになっていて、まあ、評価もすごい高かったので楽しみです。42冊目はゲームオーバーですね。こちらは、表紙の絵とあと帯に惹かれて買ったものになります。年の差よりも愛の距離ということでいい帯ですね。まあ煽り文もすごい良くて買っちゃいました。内容が楽しみです。はい、43冊目は星守る犬ですね。こちら知ってる方多いと思いますね。2011年に映画化された作品で、西田敏行さんが主演をされています。まあ、映画も両方未読なので楽しみです。ラスト2作品です。44冊目はテキサスレディオギャングになります。こちらはヒビロックを書かれている先生の作品で、まあ、ラジオドラマの可能性とか、ラジオドラマをメインにしたすごい魅力満点な作品だということで楽しみな作品です。ラストはこちらになります。神様が嘘をつく。結構ウェブとかで漫画を調べるんですが、よく紹介されている一巻完結の作品になります。高評価ですごい面白いということなので、まだ読んでなかったので買ってきちゃいました。で、以上が、今回買ってきた45冊の紹介になります。この45冊、まあ、一気にとは言いませんがレビュー動画を出したりするので、ぜひそちらも見てみてください。また今回いろいろ買ってみて思ったんですが、自分の知らない一巻完結の作品などが多かったので、他にもこういう作品面白いよなどあればコメント欄で教えていただけると嬉しいです。普段連載作品ばっか読んでるんで、一巻完結の本などはあまり見ないので、ちょっと新鮮な気持ちで漫画を買いました。
また今後もいろいろな漫画にまつわることを動画にしていきたいと思っているので、こういう動画出してとか要望があればコメント欄でお願いします。それではまた次の動画で。漫画ライブラリー今日でした。またね。